ミシェルですが、まあ、ヨーロッパに今年で4年目になりますけど、まあ、初めて行って、まあ、イギリスからだと車で行っても飛行機で行っても多分時間的に変わらないぐらいなんで、まあ、車で、まあ、友達と、まあ、トータル4人で行ったんですけど、まあ、本当に天気も直前まで雨が降ったりやんだりっていうところだったんですけど、まあ、ちょうどいい時間に、まあ、晴れてくれて、まあ、すごく、まあ、この外から見た景色っていうのはやっぱり、まあ、すごくなんていうんですかね、まあ、感動的というか、まあ、日本人の観光客の方も非常に多かったんですけれど、まあ、ただわざわざ日本から足を運んでまでいる価値はやっぱりあるんだろうなと思うような場所でした。名物の卵料理食べました？なんかテレビでよく見るのとはまた違うものを食べましたけど、はい、まあ、時間が中途半端だったんで、あんまりその中身を調べないでいった、とりあえずそれを見ることだけを考えていったんで、まあ、でもやっぱり中を見るよりも外から見る方がやっぱりすごいなと思いました。